今回の動画では秋まで使える夏服で夏コーデ、初秋のコーデを紹介していきます。Dコレクションも含めいろんなブランドさんで秋服が展開され始めてきました。ただね、まだ残暑が厳しい状況です。今すぐね秋服選べと言われてもなかなか選びづらいですよね。でもどうせなら秋要素を取り入れた夏服の活用をしていきたいですよね。なので、秋まで使える夏服を使っておすすめのコーデをね順に紹介していきます。それでは秋まで使えるアイテムをベースにコーデを紹介していきます。まずおすすめなのが今僕が着ているようなアースカラーの T シャツです。そもそもアースカラーってどういった色かというと、土とか木とか自然を連想させるような色なんですね。今僕が着ているようなベージュ系のカラーでもいいんですけれども、このようなブラウン系そしてカーキ系の色も同じくアースカラーで季節感を取り入れやすいものになってます。それに加えて、秋口をイメージしたようなコーデなので、例えば足元はサンダルとかではなくてレザー系のシューズを取り入れたりとか、そうすると季節感を高めることができます。ただね、気温によっては半袖では厳しい場合がありますので、気温が下がってきたらこのようにインナーとして活用するのもおすすめです。個人的におすすめなのがこのようなセットアップのインナーとして活用することです。セットアップって結構カチッとした印象があると思うんですけれども、ベージュ系のトップスを1枚取り入れることで柔らかい雰囲気に仕上げることができます。友人と遊ぶ時はもちろんなんですけども、デートでも活用しやすいコーディネートです。これでもまだまだ硬いと思われた方はスニーカーを合わせるのもおすすめです。このようにね、インナーと靴はカジュアル感があるんですけれども、ジャケットとパンツ、こちらで切れ目感を取り入れてます。もちろんカーキ系そしてブラウン系のトップスもインナーとして活用することができます。次におすすめしたいのがリネン素材を取り入れたパンツですね。ちなみに今僕が履いているのはアサコンのスラックスになってます。このように近くで見るとよくわかると思います。ただね、これだけではちょっと夏っぽいコーデになっています。気温が下がってきたらこのような夏コーデにこのような秋らしい羽織物を取り入れると簡単に初秋をイメージしたコーデを作ることができます。今ね、夏の T シャツに羽織ったようなコーデを紹介してきましたが、ロン T でも大丈夫です。ぜひね、こういったパソコンのパンツを活用して秋口のコーデを楽しんでみてください。今日ご紹介したようなベージュの T シャツとかこういったパソコンの素材感で夏物を取り入れたものって意外とロングスパンで活用することができるんですね。もしね、秋アイテム選びがわからないとか迷ってるという方は、まずは夏アイテムを活用して秋口のコーデを作ってみてください。今日使ったアイテムがね気になった方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひ気になった方はチェックしてみてください。